さあ、早速始めていきます。今ですね、バレンタインイベントということで、これ。これですね。思いを込めたプレゼント。これを、一キャラだけ、一キャラっていう数え方だったのかな。一キャラだけにプレゼントできるんですよ。でね。ちょっと待って、音うるさい。これですね。1,2,3,4,5,6,7。今ね、7キャラキャンプ場のゲストでいて、もういわゆる私にとっての神セブンですね。この子たちの誰かにあげようかなと思ってるんですけど、とりあえずアップルちゃんに話しかけよう。そうなの、あのね、これ、イベントが始まってから毎回こうやって思いを込めたプレゼントしようかなっていうのが出てくるんですよ。これ話しかけるたびに出てくるから、もうそろそろいい加減にケリをつけたいと思ってんですね。てか、このアップルちゃんのさ、コーディネート可愛くない？私がやったんだよね。ほんと可愛いアップルちゃん。やめる。次誰にしようかな。アポロさん実、ちょっと待って、なんか浮気してるんだけど、浮気してない？シュバルツさん、私というものがありながら浮気してんだけど。アポロさんにしようかな。あ、ここ行き止まり。ここは、よいしょ。シベリアもね、美しいよね。美しいんだけどね。シベリアにあげようかな。さっきの浮気現場見たし。お前も意外といけるって言われて、もう採択されてるよね。どうしよう、狼好きだし。ビアンカさん。ビアンカさんも美しいよね。ビアンカさんはね、メスかな。ビアンカさんさ、紫色のなんか目尻に入れてるね。うん、糸美しし。これ完全に求めてますよね、私のチョコレート。ちょっと待ってよ、マジか、ビアンカ。今朝から私ドキドキしてるのだって。まあね、ちょっと一回本命の、今浮気してるシュバルツさんに。シュバルツさん、こんなかっこよくしてるんだよ、私。まあかっこいい。でも本当はね、ここで、プレゼントするってやりたかったんですけど。しらじらしい。しらじらしい。ほら、またそうやってすぐアップルちゃんとこ行く。どうしよう。私の中でね、今ちょっとシュバルツさんは除外されました。本命だったけど。メリーゴーランドがさ、こう、なおさらこう、気持ちをさ、迷わせるよね。これ誰がいい？パッチ？エトワール？目つぶってポンでいいかな？えい！決めました。ビアンカにします。する。ビアンカに、プレゼント、一人だけだから、ビアンカにプレゼントする。本当に、すげえじらす。すげえじらしてくるじゃん。プレゼントする。ゆり、ゆりゆり。ちょっとお話ししないかって何それ。もちろんいいわよ、だって。ゆりじゃん。これ、さ、ロマンス。なにこれ、なにこれ、なにこれ。こんななの？うるさいな、私。ごめん。ちょっと待って。やばい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 。思いのほかドキドキしてる。これ私部屋で一人でいるんだけど、こんな興奮するもんなのかな。そろそろビアンカにプレゼント渡そうかな。やばくない？ガチじゃん。ちょっと待って、なんでこれ一回だけなの？なんでこれ一回しかプレゼントできないんだろう。7キャラ全員分やりたいんだけど。気持ち悪い。プレゼントあるって。なーに？結婚したじゃん。もうこれ結婚してんじゃん。なんか、結婚したじゃん。
手紙だって。キモいな。キモいな、自分。すごい満たされた。これがバレンタインっていうやつなんだね。あれ、手紙結局、ここに入ってんのかな？ちょっと不可抗力じゃないよ。消化不良なんですけど。まだ浮気してんじゃん。もういい。シベリアの女になる。